こんにちは。初めての方、はじめまして、茨と申します。変態道中バンバン剤やっていこうと思います。いやー、これ数年前に一回やったっちゃけど、データがね、全部飛んだ。そっからやる気なくしてしばらく置いとったっちゃけど、なんか面白かった記憶だけがあるけん、もう一回やってみようかなと思って、やっていこうと思います。話をちょっとかいつまんで話すと、親指姫がモチーフの話です。主人公ちゃんが親指姫なんだけど、まあ親指姫の童話通りに行くような感じ。ただその童話のようなカエルとかが出てこないんですけど、まあまあやってたらわかるか。まあやっていこう。初めから。このね、パソコンがだいぶボロいけん、もしかしたら、あ、あって、流血してる、はい。こんな感じです。こんな感じのゲームです。R15 なので、同意のもと進んでください。はい。あ、シフトキーだった。はい。そう、めっちゃね、絵柄が綺麗で、キャラクターボイスもめっちゃみんなかっこいいんよ。それをぜひ聞いてほしい。マジでかっこいい。声優さん、本当の声優さんなんやないかなっていうぐらい、めっちゃかっこいい。お、制作。変態道中バンバン剤制作委員会。この曲さ、普通の童謡なんやけど、なんか怖いんよね。あー、この真ん中が親指姫ちゃんかな。全然記憶いないっていう。さようなら。お、さようなら。さようなら、また明日。また明日。さようなら、親指姫。あ、やば、親指姫って呼ばれてるんだ。親指姫さん、明日はお誕生日でしょ。あ、そうなんだ。贈り物を用意しているからね。ありがとう。含みがある。含みがあるな。いじめられてるんやない？大丈夫？その贈り物とは一体って感じやけど、まあ、親指姫ちゃんだから、結構体がちっちゃいんよね。女学生なんだけど、普通の人より、あ、動ける。こんな感じで体がちっちゃいんよ。あ、早く家に帰れなくてはお母さんに叱られてしまうけれど、こんなに夕日が綺麗だとついゆっくりしてしまうわね。夕日？あ、こっち側に夕日が見えるってことか。なるほどね、なるほどね。でも帰った方がいいんじゃない？さすがに怒られるのであれば。でほら、やっぱ同い年ぐらいの女の子やけど、親指姫ちゃん、噛んだ、親指姫ちゃんの方がちっちゃいじゃんね。これは？様々な種類の酒が売られているお酒屋さんか。え、こんな露店みたいな感じな。よーやべちゃん、女学校にはもう慣れたかい。やっぱ女学校だった。君のところはやや子一人、子一人なんだから、よーく勉強していい家に嫁いでお母さんに楽をさせてやるんだぜ。あー、頑張るぜ。ありがとな、おっちゃん。酒くれよ。じゃあ、てかこの親指、寄り道しないで早く家に帰れなよ。まっとうな、まっとうな意見言われた。さっきの お姉ちゃんにも言ってやれよ、じゃあ。なんで私にだけ言うんだよ。ちっちゃいからってなめんな。野菜や果物が並んでいる。うんうん。よう、親指、今学校の帰りかい？勉強熱心なのはいいが、お母さんに心配かけるんじゃないぜ。早く帰ってやりなよ。やたらと帰らそうとする、こいつら。最近近くの村で年頃の娘が何人も行方不明になってるっていう噂もあるからな。ほうほう。危ないね、それは。ああ、そうだ。今朝、信州か？信州からいいリンゴが届いたんだよ。信州ってどこだ？聞いたことあるけど、親孝行の親指姫だけ特別だ。好きなだけ持って帰っていいぜ。好きなだけ？いやー、持っているだけたくさんもらう。一つだけもらう。もらわない。いや、もらわないはさすがにないでしょ。いや、やっぱ遠慮して一つだけかな。ははは、遠慮することはないのに。俺一番うまそうなやつ持って帰りな。ありがとな。おっちゃん、いいやつやな。親指姫の行動によって、純血度が変動する。ええ。純血度はミニゲームの難易度や一部のイベント内容に影響を与える。ほう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 。純血度が高いほど難易度が下がり、ミニゲームはクリアしやすくなる。なるほどね。だけど、今のいいってことやない？多分、純血度上がったんじゃない？知らんけど。さ、このおっちゃんはさ、なんか優しいのに、このおっちゃん、あ、まあちっちゃいからか、学生だから酒くれないのか。酒くれよ。まあ、こいつはなんか突撃みたいなこと言ってるけど、この人はなんか働いて楽させてやるんだぜみたいなこと言ってて好き。お姉ちゃん、そういえば今朝そこの神社にバンガルフの男が来ていたんですって。
パンカラフの男、確かに近所じゃ見ないわよね。でしょ、だから一度見てみたかったな、なんて思ってね。もうあなたって本当に早物が好きね。だって、いいな、なんか女子トークって感じでいいな。その中に私混ぜてくれよな。ああら、おやゆみ、こんにちは。今女学校の帰りなの？いいな、うちも父ちゃんに頼んで通わせてもらえないかな。あー、なんかの明治大正系の設定っぽいから、多分女の人が学ぶってのがまだ浸透してないんだろうね、多分。あ、おやゆみ姫、こんにちは。相変わらず小さいわね。うちの妹の方が成長が早くてびっくりしちゃうわよ。そうなの？それはよっぽどじゃない？ああ、私もあなたみたいに小さくて可愛らしければ、素敵な男性のところに忍び込める。なんて冗談よ、冗談。ああ、妹ちゃんかな？え、妹ちゃんとそう。あ、いや、ちっちゃいな。確かに。妹ちゃんより確かにちっちゃいわ。ああ、これは？掲示板にいろいろな張り紙がされている。尋ね人、ああ、なんか、失踪者が出てるって言ってたね。名前、ゆきこ、年15、髪長い、人柄、おしとやか。読みづらいな。あ、春祭りがあるんだ。見せ物小屋来る、出店あります。いいな。右から読むんだよね、この時代。長崎、もぐら、貿易、直営、アンデルセン、へ、かな。あー、今の関係あんのかな？こっち何？神社だよね、多分。鳥居がある。あー、神社だよ、やっぱ。これ、純血と関係あんじゃない？お調子ないけど大丈夫？手洗わなくて大丈夫？こんなもない、ね。オッケー。境内は静まり返っている。お参りしていこうよ、そら。そら、神様は信じてないけど。神様は信じてないけど。とりあえず拝んどこう。もう、頼れるものは何でも頼っていこう。そういうの大事。純血上がったんじゃない？さあ、早く帰らなくては。オッケー。さっきの綺麗な夕日には何一つ言及しないっていうね。これ何？ちょろちょろ。犬じゃん。あ、犬と喋りたかった。喋るって言い方あってんのか分かんない。もう夜になってしまう。早く家に帰らなくては。そんな急に日暮れる？ここは自分の家ではない。すいません。これ何？ああ、ただの草か。草か。なんもない。荷車に荷物を縛り付けるために使う荒縄が落ちている。ははは、荒縄？荒縄とかなかなか言わないよね。あ、家ここかい。家ここかい。なるほどね。もうちょっと奥まで調べたかったな。お母さんなんかちょっと病んでない？大丈夫？あ、でもなんか貧しい感じだね。なんか女学校に行ってるから豊かなのかなと思いきや。貧しい感じ。一つだけならあなたが食べて。あ、母さんの分はいいから。そういうこと？ごめん、もっといっぱいもらってくればよかった。たくさんもらってくればよかった。ごめん。そういうこと？お母さんにあげ、そっか、お母さんと二人暮らしって言ってたな。忘れとった。ごめん、お母さん。今から夕食の支度をしますよ。今日はいつも通り粗末なものしかないけれど。いいよ、お母さんと一緒に食べる料理が美味しい。明日はあなたの誕生日だからね。あ、そうやった。何か食べたいものがあればおい。でも言いづらい。ちょっとこのハーブティーも用意してありますからね。こんななんかこう質素っていうかさ、貧しい感じでハーブティー、ハーブティーがあんの？主流なん？そのハーブティーっていうのはその低流層、低下層のところでも飲めるようなやつなん？いや、ちょっと怖いな。なんか借金してないか、私のために。大丈夫か、お母さん。あ、寝てる。早くない？なんかご飯の時にこうもうちょっと会話したかったな。まあまあまあ、こういうね、質素な生活でもお母さんと一緒に過ごすのが楽しい。なんだか暑い。なぜか身動きが取れない。なんで？金縛り？え？何かが燃えている？どういうこと？燃えとるやん。誰？うわ！びっくりした。びっくりした。噂通り。美しい娘だね。ああ、びっくりした。お前を私の息子の嫁にしてやる。
もうここにはいられないだろう。いや、あんたがやった。さあ、おいで。あんたがやったやん。いられなくしたのはあんたやん。うわぁ、めっちゃ力持ち。お母さんおらん。どこいたっちろ。お母さん殺された？え？嘘やん。そんなことある？そんなことある？もっとあの幸せな生活が続くと思った。第一幕、春。まあね、鬼滅とかもね、幸せが崩れるのは一瞬だし、血の匂いがするらしいからね、幸せが壊れるときには。え？でもお母さんどこ行った？殺されたんかな？寝かせられてる。丁重には預かわれ。え、全然覚えとらん。こんなんやったっけ。見覚えのない部屋だ。ここは一体。おはよう。え、親指姫。イケボ。誰？でかくない？なんか、あ、親指姫がちっちゃい。で、か、腕ないやん。大丈夫？病んでる。病んでるな。母さんの言った通りだ。何が？君はなんて可愛いんだろう。やべ、やべえやつ来たな。西洋人形のようだね。やべえやつ来たな。人形に例えるやつはね、十中八九やばい。なんかもうね、ヤンデレってのが顔に出てる。でもかっこいいな、イケメンだな。石腕の少年はこちらをじっと見つめている。あなたは誰かと尋ねる。ここはどこかと尋ねる。母の安否を尋ねる。黙って様子を伺う。いやでも、この人はなんとなく敵意はなさそうだから、とりあえず母の安否を尋ねてみるか。君のお母さん？さあね。さあねじゃないわ。お前やろ、さらってきたの。お前というか、あのババアというか、おばさまというか。街は大騒ぎだったみたいだけれど、お母さんの話は聞かなかったね。え？お母さんどこに行ったんやろ。あんな火事でさ、全部燃え尽きるってのありえんくない？骨は残る。そんな顔しないでくれよ。君の笑った顔を俺は見てみたいな。いや無理じゃない。この状況で笑えっての酷な話やない。え？誰？引き返るお兄ちゃん。あ、そうだ、親指姫モチーフにしてるからそんな名前だった。おたま、たまちゃん。う、人形さん、目が覚めた？後ろの人形、怖っ。怖すぎるやろ。こっち見んな、人形。うん、名前は、親指姫って言うんだよ。そうだよ、よろしく。親指姫さん？うん。そう、仲良くおし。仲良くはちょっとその状況によるかな。怖っ、怖っ。背中に抱えとるやつと同列に扱われとるやん。怖すぎるやろ。そうだ、親指姫、お腹が空いているだろう。いや、空かないかな。空いてたとしても空かないと思う。とびきりうまい料理を用意するから。え、いらないかな。待っていて。え、いらないかな。人の話聞いてる？いらないかな。おたまちゃん、なんか言ってから出ていこう。どうやら自分はここに誘拐されてきたようだ。今の二人はあの老婆の子供なのだろうか。老婆って言い方ちょっとな、悪意あるよな。縛られているわけではないので、ひとまずあたりを調べてみよう。冷静。いや、親指姫ちゃんめっちゃ冷静なんよ。あ、かわいい。かわいい。小学生の親指姫ちゃん。めっちゃ冷静なんよ、親指姫ちゃん。とりあえず調べてみよっか。なんかさ、もうちょっと慌てふためかん。普通誘拐されたらさ、あのドキサバの、テニプリのドキサバの時もそうだけどさ、ヒロインが肝が座りすぎとるよね、大体乙女ゲームって。これは乙女ゲームに入るかわかんないけど。押し入れの中には布団がしまわれている。特に変わったところはないようだ。なるほどね。これは外側から木板を打ち付けられた窓がある。あー、出られない。え、で、え、覗けるの？覗いてみよう。そこは。ガンガン覗こう。あー、山の中腹あたりですね。見渡す限り、まるで見覚えのない山々が広がっている。
一体ここはどこなのだろうか。本当だね。多分場所分かったとしてもさ、迷うと思う。でも春、あ、そうか、春だから桜咲いてんのか。この下は、ちゃぶ台の下に一冊の本が置かれている。手に取ってみよう。あー、これなんか覚えとう。これなんかさ、確か使った気がする。ちょっと写真撮っとこう。ほら。ハスダクラブ。うんふんふん。なんか使った気がする。ハスダクラブ、聞いたことのない本だ。無名の同人雑誌だろうか。あー、同人雑誌ね。この頃の同人雑誌はちゃんとしたって言い方おかしいけど、BL じゃないやつね。え、ゆきこ、なんて書いてんだろ。え、いちご。なんて書いてんだ。カオル子は読める。トメか。え、二つ目なんて書いてんだ。女性の名前ばかりが並んでおり、最後には自分の名前が書かれている。不吉だね。これは、いや待って、あのさ、尋ね人の人さ、ゆきこじゃなかったっけ。じゃ、一番最初にこれ、いなくなったやん。罰されたやん。やばくない？怖くなってきた、だんだん。鏡の中の自分は見たことのない服を身にまとっている。一体いつの間に着替えさせられたのだろう。あ、そっか、違う服だね、確かに。あの、お兄ちゃんがやったのかな？怖くない？そうだとしたら。衣装ダンスの中には自分に合いそうな丈の洋服がたくさんしまわれている。なんで？計画的犯行だったのかな？ん？え？え？え？何？え？急にどうした？怖い。一体向こうで何が？え、怖い、動けん。いざとなれば、あの、タンスじゃねえや。押し入れの、え、なんだ？アイデンのかと思ったら違ったわ。え、何？怖い。動けない。来た。隠れないの？あ、隠れても一緒か。下がってる、一応下がってる。怖っ。お待たせ。ねえ！お前、目どうした？目はどうした？入っとる！絶対入っとって。とてもいい匂いがする。いい匂いでごまかせるか？あー、これは。食べてみる。絶対に食べない。食べるふりをして様子を伺う。いやー、これは。いやでも、食べないっていうのは多分殺される気がする。食べるふりしよう、とりあえず。味噌汁の入った碗を手に取ってみた。え、食べた。ほんの少しだけ汁をすするふりをしてみる。ダメだって、食べるふりって言ったやん。どう？おいしい？おいしくない。絶対入っとうもん、お前の目ん玉。来たろって言ってくる、絶対。ひとまず、うなずいてみせる。本当に、おいしいのかい？やばいやつじゃん。俺の、目玉入り汁。気持ち悪い。キシ、俺のこと、もっと食べさせてあげる。いい。君さえよければ、今ここで好きなところを切り取ってくれて構わないよ。そういうバイキングは遠慮しております、こちら。ありがとうございます。母さんに頼んで、ちゃんと料理してもらうから。親指姫。大丈夫か？母さんはそれ了承してんのか？怖い。どうした？さすがにね、さすがの肝っ玉が強い親指姫ちゃんもさすがに無理かな。めっちゃ静かにフェードアウトしてってる。そりゃ倒れるわな。あー、お母さんがいないってだけでも心配なのにさ、心労でそりゃ倒れるわな。わー、怖っ。あのバイキング男怖っ。どうやら気を失っていたらしい。はい、というわけで、ここまで見てくださった方いらっしゃいました。ありがとうございました。いやー、続き気になるけど、とりあえずここで切ろう。はい、また
次回機会があればぜひよろしくお願いします。イワラでございました。失礼します。